っとやばいな。そう、ちょっとこれ消しますね。さすがにさすがにさすがに消すわ。かわいい、なんでも OK。 ねえ、ありがとう。恥ずかしい待って待ってね。どうすればいいんだろうどうやったら消えるのだろう。パウダーで、パウダーでごまかしましょうか。よいしょ。お、収まってきた。よし。ごめんなさいね、さっきのが良かったよって言ってくださった方すいません変えちゃいました。よいしょ。どうしよう。とりあえずじゃあツイッターで、ツイッターに告知。ちょっとじゃあ人が集まるまで待ちましょうか。今日はね、オフでしたので、私はねお家にいました。なんか久しぶり、レッスンとか何もないのが久しぶりだったので、ゆっくりゆっくりしてました。はい、そうそうそう。どうしよう、もうちょっと待とうかな。うん、はい、ゆっくり休みました。ありがとうございます。完全なる、うん、完全なるオフ。そう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 。生じゃ予約して、ありがとう、ありがとうございます。どうなんだろう、この時間他の人も配信とかいっぱいしてるのかな。じゃったらたたらたたたんだ。あんまりしてない。どっち？あ、してる？へえ。じゃあもう話そうかな。待って、何の話からしよう。まず劇場 NGT 劇場。6歳のお誕生日おめでとうございます。はい、 NGT 劇場はこの度、6歳になって7年目になりました。イエーイ。なんかさ、その私たち1年目の時からはいないからさ、なんかちょっとね、あのこんなにちょっと大口を叩きながらさお祝いしていいのかわかんないけれど、でもNGT 劇場はみんなのホームだから、そんなホームの記念すべき日ということで、なんと全員出演でね、昨日もう2時間くらいかな、すごいロングな公演をさせていただきました。とっても長いロングなね公演だったね。なんか新進公演が1時間ぐらいだったからかわかんないけども、セットリストもすごいなんか盛りだくさんな気がして、うん、そう、盛りだくさんな気がしました。それで何だろう、何からお話ししようかな。なんか聞きたいことありますか何が一番聞きたいですかね。なんだろう、
セカヒト、あ、そうですね、あのなんと後半になんか過去のシングルリリースブロックみたいなのがあって、その5枚目のオーサムから始まったんですけど、6枚目オーサム、5枚目シャーベットピンク、4枚目世界の人へっていう風にセットリストが組まれてて、なんとそちらの4枚目のと世界の人へでなんとセンターをあのなんて言うんだろう、センターのポジションで踊らせていただきました。嬉しい。なんとね、もともとねゆかさんがセンターをされていた場所なんですけれども、そうなんです、すごくびっくりというか嬉しいみたいな気持ちが大きくて、でもすごい久しぶりに公演でこんなに緊張した、もしかしたらちょっとコンサートよりも緊張したんじゃないかなって思うくらい、はい、すごい私はもうカチカチでした。そう、前にそうなんです、なんかずっと公園であのセンターで一度でいいから踊ってみたいっていう風に私言っていたので、まさかゆかさんがこう卒業される時になんか私にそれを残してくださると思わなかったので、なんかもうすごいねこの一回大切にしようって思いながら歌わせていただきました。なんか私もなんかメールにも書いたんですけど、なんか結構そのいやゆかさんがその前対談の方でかえりちゃんに世界の人を、ま、お願いというかお任せしたい任せたいみたいなことを言ってくださったんですけど、でもそれから多分周年だからきっと披露するだろうなってうすうす思っていたけれども、なかなかそのなんかシングルの歌割りが来なくて、で前日になってこう分かって、それでもう対比見た時からすごいもう嬉しくて固まったのを覚えてますって思って、でもまあなんだろう、なんか難しいな、なんかさ今までさ表題曲をされていた NGT の中で表題曲をされていた先輩が卒業されて、そのアンダーとして誰かが入るみたいなことあんまりなかったじゃないですか、というかなかったじゃないですか、だからなんかはねちょっとどういうあり方がいいのかわからないんですけど、でもなんかとにかくゆかさんに先輩に感謝って感謝の気持ちという気持ちです気持ちです。なんかなんだろう、自分がさ別にそのなんだろうこう抜擢してセンターですってなったわけでもないし、なんかねその16人にも入ってないかったけど、
なんかでもそれなのになんかそうお母さんのおかげでなんかセンターに立たせていただいてたから、なんかその任せたいって思ってくださった気持ちをこう大切に、なんかゆかさんがその対談でなんかかいりちゃんは NGT を引っ張っていけるよって言ってくださったことをなんかまたなんか思い出して、こうなんかこう守なんか結構守りに入ってしまうこととかは私最近あるんですけど、あのもっと、ね、なんかこう NGT を引っ張るぞっていう野心も大切にしていこうって、なんか練習してて、はい、思いました。そうなんです。しかもなんかその日ゆかさんが来てくださるって私知らなくて、うん、もうびっくりしてより緊張しちゃったんですけど、うん、そんな感じですかね。はい、なんか DMM で見た時も、あ、こんなセンターってこんなに映るんだって思ったし、踊ってる時も前に誰もいなくて、なんか私だけなんかえあれこのんんここどこだろうってここ劇場なのかなって思いながら踊ってました。世界の人はいつもさ、なんか私確か単独コンサートの時とか、あとアタジャムとかでも披露したかな、その時なんか世界人って三角形とかになるんですけど、ここだってここにいたんですよ。で一番遠くでゆかさんのことをこう見てたから、なんかちょっと景色がちょっと違いすぎちゃって、あ、なんかおーって、え、素敵だって思ったけど、でもあのちょっと余裕が自分にあまりなくて、なんかうーん緊張しく終えましたね。はい、そうでした。でも楽しかった、うん、楽しかったです。ゆかさんありがとうございます。なんか謎の、うーん、あとなんだろう、あと何の話かな、次に聞きたいのは、うーん、振りは間違いのかな、間違いませんでした。でもねリハーサルの時私あのサビの振り付けがもうできなくなっちゃって、その緊張しててサビ始まって2秒後にする振り付けが分かんなくなっちゃって、なんかね、あ、自分こんなに緊張してるんだみたいな、何回もずっとさあの1年目の時から踊ってて変わらない世界の人へのサビなのに、リハーサルでそう普通にね忘れちゃってね、びっくりしました。はあ、危なかった、緊張してたんだなって自分で思いました。あとはなんだろう、いっぱいあったからね発表が、うーん、ロッチさんと新番組、そうなんですよ、今月の末からロッチさんと NGT48 の新番組をまた始めさせることになりました。ついにねこうやって NGT 劇場でね嬉しい報告ができるようになったなっていう、そうなの、喜びです
たって嬉しい。はい、もうダイジェストも出てたように、もう収録はあれが1回目なのかな、なんかまあなんかわからないんですけど多分終わったかな。そうなの、いや私本当に楽しみですね。どんな感じなんでしょうか。ツークールでしたっけ、ツークールさせていただくらしいです。半年、半年はツークール、そうなんです。ね、もっとねたくさんの方に NGT48 のメンバーのいいところがね伝わる番組になるといいですよね。ガタガタ、埼玉見れるようになると、わかる、県外の方のファンの方も本当にね、このことを喜んでくださってて楽しみにしてくださっているので、絶対見れるようにしてほしい。なんかアプリとかでも、ね、なんかこう公開してほしい。わかる、新番組本当にね楽しみですね。あと TVer さん、 TVer 配信期待する。うん、あとは何だろう、あとは何が聞きたいですか。かえりちゃん爪痕残せそういや期待はしないでください、期待はダメだよ。あ、3期生が、そう、3期生オーディションが、というかもう始まってるんですかね、もう今まさに始まってるのかな。もうぜひ NGT48 好きだよ、なりたいよっていう方はね応募してほしいなって思いますね。みんなも条件当てはまってる方がいらっしゃったら、はい、一緒にメンバーになりましょう。うん、そう、なんか自分がさオーディションを受けた時の気持ちとか思い出しちゃって、私は全然悩まなかったんですよあまり悩まなくて、なんかもう気づいたら応募終わってて、はい、こんばんは。だからね、うん、いやでも迷う方もねいらっしゃると思うんですけど、まあとりあえずとりあえず応募してみたらどうかなってかえり先輩は思います。うん、かえりパイセン頑張るパイセン頑張ります、はいうん、そうなの、あの年齢制限がありまして、私と同じ年の子は来ないらしい。そうなの、うん、同い年の子来てほしいって言っていたのでね、ちょっと悲しい。年齢と性別でダメでしたそれそれもう半分ぐらいダメじゃない。そうだよ、うん、20歳までか、うん、もう全然ね、あの軽い気持ちでって言うとあれですけど、うん、いろいろしがらみもあるかもしれないんですけど、まずはあのね応募してみて、でなんかもし審査が続くってなった時に
あの心境が変化することとか、なりたいって思ってがよりなりたいという思う気持ちがより強くなることってあると思うので、見てるショートムービーみたい。はい、3期生の皆さん、あ、じゃあ3期生じゃない、全国に住む、日本に住む、20歳未満の女の子へ、そうですね、もう迷うならぜひご応募してください。もうね、アイドル以上に面白みのあって楽しいお仕事はなかなかないと思うので、今、画面の目の前で迷ってるあなた、絶対に後悔しないような選択をしてください。バイバーイ。これで全国の女の子に届く。そうだよ、後悔はねしない方がいいですよ。以上、佐藤海里でした。配信終わったかと思った。あっさりすぎ、あっさり。素敵です、だって、ありがとう、見てね。じゃあさ、あの応募メッセージ、なんだろう、この NGT 先輩、先輩から、じゃあ NGT の魅力とかを話すと、あ、いやでもどうしようかな。じゃあ私、じゃあ県外のこの設定で、私が県外のこの設定で、じゃあ県外から新潟に来て4年間やってる NGT48 の2期生役で話すと、話しますね。私はあのずっと県外に住んでて、で新潟にはあんまり行ったことがなかったんですけど、なんかこれを、はい、ちょっと待って、カット待って、間違えたカット、用意アクション。はい、私は今まで生まれてからずっと県外で、新潟ではないところに住んできて、なのでなんかその県外でアイドル活動をするっていうことを、あ、カーッ、ちょっと待って、カットやばい、ちょっとカットしづらい、カット、ちょっと話す内容やっぱ決めよう。誰かになりきる必要がある。じゃあゆなこになりきりますね。はいはい、私は青森県に生まれて、青森県でずっと育ってきて、で、あの、もともとアイドルが好きだったんですけど、そのアイドルを見てる時に NGT48 っていうグループを発見して、あ、 NGT48 がこのアイドルの中で一番可愛いなって、それですごい中井梨花さんに憧れたんですよね。でメールとか撮ったり SNS とかすごいチェックするようになって、それでずっとオーディション開催をね待ってたんですよ。でも2期生のオーディションが来ないまま、ドラフト生のオーディションが来て、そちらに応募して、NGT48 のを志望するという形になりました。そのオーディションを受けるときは県外だからっていうのはちょっとあったんですけど、でもそれよりもなりたい気持ちが強くて、私は踏み切って応募しました。なので県外に
今お住まいでちょっと心配があるよっていう方は、ぜひなんか先輩の県外のメンバーを頼ってほしいなって思います。全然ユナコミがない。なんかもちろん新潟のアイドルだけど、でもそう県外からも特に、いや特にもないわ。ちょっとはいカット。いやなんか思ったんですけど、ユナコさドラさんだった。なんか二期生じゃなかった。二期生じゃなきゃ意味がない。意味なくない？ドラさんのやつやっても意味ない。誰だろう、あマナかな、サーヤマナ、じゃあサーヤマナ、ま、あそこら辺で、正直一人暮らしは本当にもう過酷なんですよ。お家帰ってきたら誰もいなくて、ご飯もできてなくて、洗濯とかお風呂掃除とかお買い物とか全部一人でしなくちゃいけなくて、なんかもう本当に一人で暮らすだけでもサバイバルだと思うんですよ。でもそれに加えて NCT の活動があるから、もう本当にもうただじゃないです。もう本当にね難しいんです。でもその過酷な一人暮らしをして、難しいお仕事をしながらもそれでも良かったって思える日がもうきっと来るってもう約束されてるので、こうアイドルだし一人暮らしだし大変そうだなって思って、もうまずは、私を信じて応募してください。私を信じてください。本当に NGT に加入して良かったなっていう思うその瞬間がきっと来るはずです、すぐに。はい、いいんじゃないですか、これはいいんじゃないですか。信じて大丈夫、はいもちろんです、信じてください。なんせ先輩ですから。なぜ私県外出身の先輩ですから、そこはなんか疑わないで疑わないでください、ね、伝わったんですかね。家に行ってもいいですか。それは要相談なんですけど、なんかユナコの家とかなら、はい。カイリ先輩嘘つくつきません。先輩後輩の前ではではね。じゃあさっき3期生の方はじゃあこれを見てね、きっと NGT になりたいと思ってくださったと思うので、このくらいでこのくらいでいいですかね。何か他に質問はありませんか。質問はありますか。うん、嘘食レポ、ありますか。質疑応答タイム。お疲れ様、町長さんお疲れ様です。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。ないですかね、何かありますか。おじさん NGT は募集してますか。あ、おじさんずですか。わかんないけど、おじさん部門は
まあ、メンバーとしてはないんですけど、でも大事なファンの方として大募集しているので待ってます。質問していいのにしてください。今年宮田に来ます。あ、ぜひお伺いさせてください。よろしくお願いします。はいね、みんな応募したいんですか？なんかみんな応募する気満々。でも実際それで応募してる人いたら面白い。でっかい、これこれ安かったの3000円ぐらい。なんかなさそうですね、質問。大丈夫ですか？大丈夫？オッケー？6? 花柄好きです。大丈夫かな。3期生の皆さんお待ちしております。ね、一緒になんかね、いろいろなところに行ったり、ね、一緒に頑張ったりできる大切な仲間なのでね、はい、有給はありますか？だって有給ってなんだっけ、なんだっけっていうことはない。私はないです。2代目佐藤海里、ちょっと待って、まだ私退いてないですけど。でもなんか私に似てる気の合う人とかでも来てほしいな、うん、来てほしい。有給休暇ないかな。うん、ない、ある、ない、どうなんだろう、ちょっと分かんない。いや、お休みはまあ不定休です。はい、不定休ですけど、でも楽しいです。お披露目はね、いつなんだろう、でも今年中ですかね。わかんないけど。職場はラブラツ、あ、そうですね、ラブラツ勤務です。応募しようか迷っています。じゃあぜひぜひご応募してください。頑張ってください。ねえ、まかないは、あ、出ますよ。あのご飯はたまに出ます。はい、お弁当があります、はい、お弁当、声の時はお弁当があります。アイスの差し入れもたまに、グッズの購入のシャワリ、あ、シャワリは基本何もありません。何も割引等はありません。すいません、残業手当はありません。残業は存在しません。ケータリングは茶色系、あー結構茶色系ですね。ダンス上手じゃなくても、あ、全然大丈夫です。はい、社員旅行はありますか？ありませんね。はい。すみません。え、先生、うん、ありますか？だって。私があの一番かっこいいタックルをお教えします。あの私田辺先生、おととい、昨日、違うの、おととい、おとといくらい、なんか田辺先生がツイッターでさ、なんかラジオ配信みたいなのしてて、
それちょっと後半聞いてました。はい、見てました。聞いてましただ。なんか画像はなかった。忘年会はありますかって。え、なんかね、ないない初見ありがとうございます。わあ、明けましておめでとうございます。もしよければルームやいろいろフォローお願いします。ありがとう。あ、そうです、歌唱力のだよ。はい、そんな感じ。じゃあ3期生についてはそんな感じで、はい、よろしくお願いします。あとは、あとは、あとは何何、フォローしました。 ありがとうございます。ありがとう。役職あるって、あ、え、来週どうなんだろう。でも私去年はそう司会をさせていただいてるので分かりませんよ。あ、門さんが、そうなんですよ、門さんが最後のマックス前の MC の時かな、卒業発表をねされて、でもなんか結構前から決められていたそうでね、同い年ですし、その日同じ曲でユニットで披露させていただいたし、なんか本当っていう気持ちと、あ、本当に決心しながらも、でも最後までこうキャプテンとして全うしてくださっただなっていう、はい、気持ちでした。そうなの、同い年なんですよ、門さんと、ね、それで、去年の新春成人公演あたりぐらいからすごいだんだん距離が縮まってきたなと思っていたところなので、あ、寂しい。3月でしたっけから10月末でゆかさん、10月11月でゆかさんが卒業されて、で12月でサラが卒業して、2月でノエさんが卒業されて、3月で門さんが卒業されるっていう、もうこのね、本当に卒業発表がね続いて、寂しいよね本当に。もう本当にもう、そう、毎月のようにあるのでね、先輩もね卒業されるので、私たちがねちょっとでも新しいメンバー3期生には1期生さんから学んだこととかも見せれたら、お見せできたらいいなって、思います。ねえ、門さん、門さん、門さん、確かに他のグループもね多いよね。何、田辺先生何目指すの、DD でもさ、 DD 卒業したらさ、そう、このルームからも消えるっていうことになるからね。ね。そうよ。DD がお仕事の場合もある。ね、メンバーの卒業はそうだよね。辛いよね。本当にそうだよね。芸能界も一緒に引退されるそうなので。
3月までね、みんなで門さんのことをいっぱい応援して、門さんをいっぱい見ていきましょうね。はい、そんな感じですね。角スタイルね、ガタフレであったよね。なんかダンスの回とか見てた。あとはなんだろう。なんだろうなんだろう、ちょっと私が何ですかね。あと何か皆さん。もう質疑応答スタイルなんですけど、はい、ありますでしょうか。壁車、そう壁車変わるの。あ、もう変わったんですね。はい、もう変わりました。コンサートで着てた赤い衣装で、このブランド、ブランドじゃなくてね、なんか お店なんですけど、レトロガールっていうイオンにあるお店です。今着てるなんか黒いコートもそこで買ってたの。安いからね、よく買う、安かわいい。そう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 、あ、そう、なんか友達でいましょうのね、衣装、靴、あれはあれらしい、 MV 撮影の時のやつらしくて、ピンヒール履いてる。イオン南イオン南です。安くておしゃれがね、いいね。18日よろしくお願いします。ありがとう。とっとと友達でいましょう。そう、珍しいね、赤、赤だった、真っ赤だった。ちゃんちゃかちゃんちゃかちゃん、とっとと友達でいましょう。すごい好きだ、あれはね、落ち着きのある曲の中でも好きな曲です。着こなすかいりちゃん、え、着こなせてたかな、本当に。なんか私とにかく後半ブロックにあるその世界の人へがすごい緊張したしちゃって、全然ね自撮りできなくて、で言い訳なんですけど、メールで送っちゃった写真をさ、普通にツイートツイートしちゃった、私全くちょっと違う画角かなって思ったけど、なんか普通に全く同じで、ちょっとごめんなさいあの赤衣装の写真、すいませんね。気づく、みんな気づいた私がミスに気づきましたかね。自らモバメの写真を添付するっていう、匂わせちゃったけど、でもあまり気づいてない、みんな許されたかな。すみません。みんなもっとね、NGT のね画像とかいっぱいツイートしてくださいね。なんか今日トレンドとかにも入ってたから、そういう時になんかしれーっとそのトレンドに便乗してハッシュタグ NGT48 と推しメンの名前と写真でツイートしてほしい。よろしくお願いします。いいね、いいねしに行く。昨日ねファンの方の投稿、見るのが夜遅くになっちゃったからいいねできなかったけど、これからいいねします。初見ありがとうございます。あらよっと、こんばんは。もしよろしければ、私ツイッターとかもやってるのでフォローしてくださると嬉しいです。え、待って、また初見だ、なんだろう。ありがとうございます、こんばんは、ありがとう。拡散用の画像、
何がいいかな。それどこでご提供すればいいんだ。 755？ なんか普通に私がツイッターに載せてるやつは結構なんだろう、勝負画像って言ったらあれだけど、そう勝負画像なのでツイッターの方が見て、はい、SNS のフォローよろしくお願いします。 NGT48 の KAIRI カイリー佐藤カイリです。ねえ、ビギナーズさんだ、ありがとうございます。ありがとう。でも初見じゃない方もね、みんなありがとう。メールはそう、私ツイッターで勝手に勝負してて、あそうだ、ちょっとみんなにお願い事があったんだ。なんか私なんか最近あのツイッターのなんだろう、ツイッターで勝負してて、もっとたくさんの方にフォローしていただきたいなって、まあそのためには画像とかかなって思って、自分が写りいいなって、これは拡散していただいても大丈夫だろうっていうものを、ツイッターに載せてるんですよ。なのでそれぜひ、なんだろうな、リツイートとかねしていただけたり、いいねとかしていただけたらね、拡散になるので嬉しいなって思います。お願いします。特にいやもう全てだな、ツイッターは、うん、ツイッターにツイート、画像をツイートする時間とかも実はちゃんと考えてて、はい、自分的にはそうなので、お願いします。あと、まあ、メールもですね、もちろんメールはどうだろう、毎日そのね何通もあるから、あでも私メール結構人の画像載せるんですよなんか結構ファンの方にもよく言われるんですけど、なんかえりちゃんのメールってさ、なんか他のメンバーめっちゃ出るよねみたいな、他のメンバーのソロ写真とかもめちゃめちゃ載せちゃって、まあそんな感じなんですけど、いろんな写真があるの、幅広い写真あるので、はい、メールもお願いします。うん、可愛いやつフォロワーさん増える、そうなの。というか何だろう、リツイートとかいいねが多いやつ比例してね、フォロワーさん増える仕組みになってます。そう、私この前ね可愛いカホで許しを求め始めたから、あおちゃんに口紅、そうあおちゃんとか、昨日はね、おかげさまであおちゃん推しになった。だってもう軽っいや軽すぎるな。なのでメールもぜひ、なんか違う系統の写真、 DD 育ててる。あとはインスタはなんか本当にインスタはなんかもう、まあ、記録用みたいな感じかな、記録用です。でもインスタにもちゃんと漏れてる写真とか載せる、はい、こんな感じですね。あとは何かご質問ありますかね。やっぱそう、フォトログや、あフォトログはですね、ちょっともうこれから10月の振り返りから始めなきゃいけないの。10月から振り返ります。755はショールームボットです。まあボットじゃないか、私、まあ、ショールームとかなんか755本当にもう軽々しくはい更新してます。お試しでカエルちゃんのモバメ撮ろうかな、ぜひぜひぜひお取りください、お願いします。ショールームはなんか
なんだろう、ショルムってなんだろう、うん、まあ佐藤楓っていう感じかな。土曜日お願いします。あ、よろしくお願いします。土曜日はおしゃべり会ですよね。よろしくお願いします。今からみこさんのコスプレをポチろうと思いますアマゾンで。ロッチさんの名前覚えてるよ多分。コカドケンタロウさんと中岡、中岡ロッチさん中岡光一郎さん中岡総一郎さんかすいません、総一郎さん総一郎総一郎さん、すいません、総一、あ、総一さん、総一さん、中岡総一さん、コカド健太郎さん、はいねえ、分かって、懐かしい、私なんか変なこと言ってたよね。なんて、ソイローさんって言ってたんだっけ。あ、なんかその時さ、全然もうボケようとかなんとも思わなくて、もう素でそれ言ってて、面白いな。ソイローさんやばい。うん、ねえ、てね。でもさ、なんかもうロッチさんがさ、ツークール分もさ、ね、スケジュールをさ、割いてくださるの嬉しいよね。なんかね、1月のさ、あの目標みたいなので、日刊スポーツさんに取材していただいたりして、私邁進っていうね、漢字に熟語をね、邁進という熟語を掲げさせていただいたんですけど、そう、その通りで、止まらずにどんどん進んでいきたいなって。で、なんだろう、どうしたらそれが達成できるかわからないけど、とりあえず、まあ、目の前のね、お仕事を頑張るのはもちろんだし、みんなで頑張るのは、なんだろう、なんかお金がかからない頑張りってあるじゃないですか。なんだろう、例えばインスタをリツイートするとか、いいねをしてくださるとかは、まあ、普通のツイッターなら結構無料でできるから、なんかそういうので、そうだな、とりあえず今年の冬はもう、冬あと2ヶ月しかないけど、とりあえず冬はそういうのをみんなにいっぱいお願いして、ツイッターのフォロワーさんをね、増やせるようにしたいなって思います。 SNS での邁進みたいな感じで、はい、そうなんです。ツイッター、特にツイッターで、私がなんか上げる画像とかに、なんか、はい、そうですね。人数は目指せ、8000、そうだ、8000人だね、まずは。今7000人の後半くらいなので、
うん、今は目標まず8000人を目指して、はい、行きたいと思います。うん、お、あとじゃあ100人ちょっとだ。え、100人ちょっと、100人ちょっとで8000人になる。そうだな、今月中は難しいかな。もう、え、どう思いますか、今月中って難しいかな。今月中にあと120人くらいって増えるものなのかな、どうだろう。どうしよう。え、怖い。一日10人増えないから、じゃあやめる。え、どうしよう。確かに、何したら増えるの、それな、何したら増えるんだろう。なんだろう。でも今までと同じだったら、きっと今までと同じペースで、ショールームのホーラーも同じだって。なんだってなんだって。先生に書いてもらう。先生先生、どうしたらのフォロワーさんは増えるのか。でもまず拡散するソースがなきゃ、みんなも拡散することないと思うから、とにかくそうツイートをします。夜に、今日はしないけど、はいね。というわけで、じゃ冬はこうツイッター頑張ろう、書くから書いておく、うまく使って、ありがとうございます、嬉しい。でもさ、先生さ、なんか台本にさ、そう、台本じゃない、待って、台本じゃない、あのなんだっけね、締め切りとか大丈夫なの。あ、原稿、そうだ、原稿そうなの。全然もう先生のご負担にならないように応援してます。うん、50かわいい。よし、じゃあ冬はツイッターを頑張りましょう。決まり、よろしくお願いします。ツイッターだよみんな、よろしくね。目標は今月中に8000人。あー、言っちゃった、はい、言っちゃった。目標でも、あくまでも目標だから、達成しなかったら罰ゲームとかはないです。ハッシュタグかりちゃんとかつけた方がいいのかしら。あー、拡散してくださる時、あー、佐藤かいりでも大丈夫。なんか私は、自分のことを調べたり、みんなのツイートのをね見るときは、まずタグ付けを見るのは一つなんですけど、タグ付けって結構なんか通知で流れちゃって、そう、たまに見れないときがあるので、タグ付けよりもね、一番確かな方法はハッシュタグとか、その文章の中にこう佐藤かいりって入れてくださったり、漢字でかいりでひらがなでちゃんって書いてくださると、結構その後々振り返ってねツイート見たりすることができるので、佐藤かいりおはかいりちゃんが入ってると私は見れます。そう、
ハッシュタグなくても別に佐藤楓でも全然、でもハッシュタグでも大丈夫。はい、そういうことです。こんな感じかな。確かにちょっと待って、ショールームのフォロワーさんも増やしたいな。どうすればいいんだろう。初見さんに お願いしますってすることかな。あ、インスタのストーリー見てる。インスタもね、インスタのねストーリーは本当にすぐね見れる。なんか通知あれは流れない。でもたまに1日に1回もインスタ見ない時あるから、その時ってストーリー24時間で消えちゃうから、もうそれで見れなかったらね本当にごめんなさいなんだけど、ね、私がインスタを開いてる日はね絶対みんなの足跡をつけて見てる。はい、感じです。そんなこと、ショールーム影響大きい。やっぱりそうだね。なんかさ、ショールームさ、いろんな人見てくれてるよなってはい思います。他のメンバーとコラボだって。ああ、他のグループとね。確かになうん、ストーリータグ付けはねすぐ見える。確かにね、わかるね。切り抜きですよね、ショートの動画とかって結構みんな見えすぎて。他のグループとコラボ OK なのだって。え、なんか許可取れてたらいいんじゃないですか、相互が。うん、わい、私切り抜かれてもいいようなさ、ちょっとメイクでいなきゃ。はあ、うん、まだ最近綺麗。そんな感じですかね。え、もう私切り抜き層推奨なんですよ嬉しい。あのツイッターとかにさね、なんか切り抜いてくれたりレポしてくれてるのさ、本当にもう本当に本当に嬉しい。つまみたい、私の肌つまんでください。コスプレいいと思う、本当に。そうね、なんか NGT 結構切り抜きのさプロいっぱいいるからさ、ね、もう切り抜いてほしい。うーん、助けてうん、でも NG とかないで、あ、もしちょっともう切り抜きも NG、 もう NG すぎる、もう深刻な話とかするときは始まる前に、始まるその話する前に、あ、これは本当にもうっていう。でも今日のところはもう大丈夫です。1から100まで切り抜いて大丈夫です。これはもう本当にもう秘密マル秘みたいな、うん、おしゃべり会枚数増やして申し込みます、ありがとうございます。あ、そう、もうピーバキバキなんて入れてくださいえ、この前ピーバキバキバキンと遊んだんですよ入れてください。フリー素材です。あ、まあ、あの半目じゃなければ全然大丈夫、気にしないでください。嬉しいなって、それはもう応援の一つじゃないですか。そのまね SNS に載せてくださるという、はい、よろしくお願いします。はい、という感じ。え、今日はそんな感じかな。
何か他にありますか？みんなのじゃあ最近の疑問とかありますか？ある？そうだ、おしゃべり会もそうだね。禁止する配信？ああいいですよ。あれ本当にもうさやばいよね。じゃあさ今日もじゃあ禁止する配信押して終わろうかな。だって今日はもう結構長い配信したからさね、今終わっても別に問題ないよね。大丈夫だよね。あ、これだけ一つ、おしゃべり会がただいまね受付中なのでね、もうぜひ皆さんおしゃべり会お待ちしています。何ですか？そうだ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 、待って、でも待って、今日来てくださってるか、なんか昨日ね、タワーをね、そうだそうだ、あ、ありがとう、タワーをねいただいたんですけど、そのファンの方がね、なんか一人の方はメールで今日来れないよって言ってて、もう一人の方はでも来てないかな、ちょっと見かけたらねすぐ書きます。すいません。そうだね、皆さんも見かけたら教えてください。私もまだでも今は見かけてない。よし、何縛りにしようかな。今日の中で一番多かった、ワード何ですか？それをじゃあ禁止しよう。何ですか？これやってさ、これやってフォロワーさん増えるのかな。ちょっと待って、ちょっと一回ちょっと待ってください。おしゃべり会またあー、いらっしゃった。ちょっとごめんなさい、もうかえりさん、よし、ありがとうございます。昨日は日にちいるかな、ちょっと昨日の日にちにしますね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、よかったよかった、セーフセーフ。じゃあもう一人の方は後日お書きします。こんばんは、初見さんですか、ありがとうございます。トワイス好きな、トワイスさん好きなんですか。私もワンスです。私もナヨンさんと皆さんが好き、ありがとうございます。もしよろしければね、SNS、 実はツイッターを、私実はツイッターをしてるので、
はい、フォローしてくださると嬉しいです。ありがとうございます。カエルさんありがとう。ありがとう。よし、ちょっとこんな感じで、じゃあ今から禁止ゲームをしていきたいと思います。ルールは簡単で、その禁止のワードを決めて、それを言ってしまったら即配信をやめるみたいな。はい、じゃあこれはもう切り抜き推奨で。どうしよう。はい、これで、はあ、なんか前回がちょっと秒すぎたので、じゃあなんていうワードにしようかな。ワード何がいい？いや、なんかはだってさ、前回やってさ失敗してさ、でその後もなんかっていうのをためらうもん。もう私に免疫がついちゃって、なんかはもう言わない。そう、ん、あの面白くないと思う。だってもう絶対言わないから。え、リベンジ見たいですか？嘘。え、じゃあリベンジしますか？いや、でも前回よりは、だって前回より日数経ってるから、その間に私も成長してるからさ。いいんですか？じゃあ、なんかって言ったら、じゃあおしまいっていうので、はい、行きたいと思います。じゃあ、あのお題とかください。私もなんか意識しすぎるとさ、ちょっと変になっちゃうから、なるべくもう流暢に話せるようにします。ないんでない、ない、危ない、今のはないないですからね。なしかって、ない、ちょっと息苦しい。苦しい。お題ください。ふりじゃないのに。おすすめのプリンについて。私はなんか、やばい、待って、苦しい、ああやばって、ありがとうございました。阿部さん、西田武さん、羽生さん、D山さん、ハヤトさん、ボンタカさん、ロヒーさん、デコプニさん、カズーさん、坂井秀一さん、新潟カズさん、トウガさん、ふなしさん、ありがとうございました。はい、それではね、なんか終わっちゃいますけど、ありがとうございます。え、ありえないんだけど、もう怖い。え、だってさ、嘘でしょ。だってなんかって言わないようにさ、前回の配信からもう、なん、ええ